はい、こんにちは、三原です。今回はバスケットボールの理論で、最も引っかかるスクリーンは何かというテーマでお話をしていきたいと思います。まあ、スクリーンというのはですね、味方が壁になって1番の選手がいて2番の選手がいたら1番を守るディフェンスに2番が壁になってノーマークを作ってあげるというような、まあ、壁になるプレーなんですけども、いろんな種類のスクリーンがありますが、私が思うに一番引っかかるスクリーンはこれだというのが、今日のお話になります。はい、でですね、スクリーンプレーいろいろあるんですけれども、ゴールに向かって、まあ、基本的に3種類あると思っています。まず1つは上から下に行く、これダウンスクリーンですね。はい、上リングから遠い位置から下にかけるダウンスクリーン、それからリング方向から逆に上に行く、これバックスクリーンと、はい、それともう1個はまあ、主にセンター同士なんかがこうやる制限区域を横切るようなこういうクロススクリーンと、はい、いうふうに3つのスクリーンの方向があります。でこの中で一番かかるのはどれかと考えたときに、私はバックスクリーンだと思います。はい、バックスクリーンですね。この方向から上に引っ掛けて味方を生かせるというバックスクリーン、これが一番引っかかるスクリーンだと思ってます。でなぜならば、このスクリーンというのはですね、ディフェンスから見えないんですね。はい、見えないんですね。ここで1番がボールを持っていたとします。で3番がいて2番がいると、で2番にはディフェンスがついているということですよね。でこれ3番がここにバックスクリーンにこういったということになります。で2番がこれをボールをこちらにもらおうとして一歩フェイクしてこう使ったとしたら、ここでバチッとぶつかって絶対これノーマークなんです。はい、これバックスクリーンですね。でこの時にディフェンスのこの×印のディフェンダーの気持ちになってみると、マークマンは2番ですから当然2の方を見てるわけですよね。それとボールも視野に入れつつ見てるわけですね。ということは後ろは全く見えないわけです。当たり前の話ですけど背中に目はないんで、なので3番がこう行った時に動けばここでスクリーンがぶつかるということになります。はい、でそれに対してですね、他の2つ2、3としたら、例えば2から3へのこういうダウンスクリーン、まあ、当然あると思うんですけども、これは×がここで守っていたときにスクリーン来るのが当然見えるわけです。見えるわけですね。なので、これはかかりにくいと、外しやすいということになります。それと、2、3と、まあ、センターポジションにいて、センター同士スクリーンにかけるというのも横から来るので、これもスクリーンをかわしやすいというふうになるわけですね。なのでダウンスクリーンとクロススクリーンは試合中もちろんあっていいんですけれども、バックスクリーンに比べてかかりにくいということは押さえておいてください。でなぜならばディフェンスはスクリーン来るのを視野に入れやすいからと、見えないからバックスクリーンがかかるということです。で特にですね、私がまあ、好きなのはフレックスカットというバックスクリーンです。これどういうスクリーンかというと、まあ、こういうポジションにいてボールがここパス逆サイドに行ったらここでスクリーンをこうかけるというスクリーンですね。こういうスクリーンは非常にかかりやすいです。はい、これフレックスカットって言ったり、または8カット、って言ったりするんですけれども、2ガードポジション、2コーナー、そして1人がポストという状況にしておいて、番号で書きますね。1、2、3、4、5と。いうふうな2ガード、2コーナー、ポストという形にしたときに、これコートをまず縦で二分するんですね。そうするとこっちは3人のサイド、
3面サイド、こっちは2人のサイドとなりますよね。で、ここでパスを1から2にパスをしたら同じ方向にカットするようにバックスクリーンするというふうにすると、これガチッと引っかかる、引っかかってここからこういうパスが入ると、これフレックスカットって言います。または8カットって言うんですね。で、こういうスクリーンは非常に試合中使えます。で、ここでもしプレーとして3番がそのままカットして切れていって、はい、まあ、ボールは今度2が持ってるということですね。そうしたらこの5番はスクリーンかけたらそのまま開くと。で、もう一回パスを戻したら今度はこの3が4にスクリーンをしてバックスクリーンすると。はい、こういう風なプレーですね。これをとにかく繰り返していくと、まあ8の字を描くような動きになるので、ここがですね、こういうのを8オフェンスって言ったりするんで、これ8カットって言ったり、まあフレックスっていう攻撃はこれプラス、こっちの1番と2番がまあダウンスクリーンを使うというのがフレックスなんですけれども、このバックスクリーンをして飛び込ませる、バックスクリーンをして飛び込ませるっていうフレックスカット、8カットっていうのは非常に使えるので、まあ練習すればするほど2点取れるようなプレーになるんじゃないかなというふうに思います。一番引っかかるスクリーンはバックスクリーン。で、なぜならばそれはディフェンスから見えないからということで、特にこういう2ガード、2コーナーで逆サイドから飛び込んでいくようなフレックスカットは非常におすすめだというお話になります。はい、今回の動画を最後までご視聴ください。感謝しています。このチャンネルではバスケットボールのお悩み解決になるような動画を発信しています。もしよかったらチャンネル登録してください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。